みたいなのがあるんで、これに水を入れて、水を吸わせて、で、いけます。で、いけて、そのまま、この袋に、袋を沸かして、袋に持ち帰る。まあ、持ち帰るので、で、まずですね、行き方なんですけど、皆さんに最初、僕からは何も言わないので、思うがままに行けてもらって、でそれで一回、中間でみんなのこう、どんな感じで行けたのかっていうのをちょっと、発表してもらいます。で、発表してもらった上で、僕たちここから、まあ、ちょっと、アドバイスをさせていただいて、で、またみんなで行け直して、それで完成ということで、ちょっとやりたいと思います。で、お花なんですけど、ちょっとこの渡した資料に全部今日の花が書いてあるので、ちょっと詳しくはそっちを見ていただきたいんですけど、本数にちょっと限りがありまして、どうしようかな、どうやって選びましょうか。今までに限りがあるんですか。限りがある。例えばこれのアンスリングとか6本しかなくて。だからあんまりいっぱい取りすぎない。順番に。ランダムにそこにある素材で自分の今のこのフィーリングをまずはやってもらう。じゃあちょっとアットランダムで配りたいと思うので、オーケー、取りに来るんだったら配っちゃいましょう。その中ね、コップが入ってるんで この人たちはもうアメリカンだから、アメリカンじゃない状態。ありがとうございます。Video. Okay, you're taking video. Are you dancing? No. I heard that it's illegal to dance in public. Is it true? Here? No. Oh, really? You can dance. Because I don't want to be arrested.隣の人の真似しないでくださいね。そんな余裕はないですか。My friend now. You can do that. And you have this very famous pimp. Mm-hmm. And you have a public scene, or you have a band playing for a stand of the Sinaka. Video. Ah, okay. こんにちは。こんにちは。ナイス。I think I'm done. Right? Oh, nice. Yeah. Thank you. こんにちは。ビデオです。仲の良い兄弟。
こんにちは。すみません。Magnifique. Excellent. Excellent. サボン。で、本当にドミニクさんのこのダイナミックなので、この真ん中にこうスルッとなってるのが、逆にちょっとまあ和っぽい。なのでお茶の先生、お茶の先生。It looks like a rabbit。まあ、ちょっと質には切られ、これこの容器は見えないんですけど、まあ、このグラセナをこうやって。持って使ってるのもすごいいいアイデアだなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、でも余り物なんですけど、この千日紅の花が結構弱ってる花が多かったんですけど、そういう点でも結構この組み合ってなってるところを短くうまく使って、まだ元気であるところを使ってるのがいいかなと思います。あと、まあ、これ僕のあれが悪いんですけど、こういうのとかちょっと切れ目が見えちゃうと、まあ、あれなので、でそこをちゃんと正面からやった時にこう隠してるんですね。そこら辺もちゃんと配慮してあって、そこはいいかなと思います。ありがとうございます。全体のバランスが、こうなってて、本当に顔みたいになってますよね。うまくジャックオーランタンを使ってる感じになっていて、ちょっと髪の毛みたいに。で、ここにこういう流れができていて、まあ、ちょっと、ウェブ性が。このクッカバラですね。これだけ切ったら、逆にこのアピールになってるので、すごくいいと思います。この千日紅の方ですか。ありがとうございました。ミッキーズです。ロハスの味で使ってるのはすごいバランスがよくできてます。真ん中にこういう点があって、うまくここが絡まってるのが面白いかな。結構均等にこうバランスよく作られているので、僕らすごい真面目な方の性格が出てる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さ、ドームさん。おお、すごい。いや、これ僕すごい気に入っていて、ベリーキュート。ベリーキュート。本当にさがこうなってるのも面白いし、お花がこうなってるのも面白いし、あとこのオアシスですね。オアシスを隠してテープで白いので隠すのって結構実際にやったりするんですよ。ゴール紙とかでくるんで、そこに行けたりとか、ダンボールとかも引っ越す。そうですね。That looks like a skytree. Skytree? Skytree です。武蔵。In winter. これもちょっとハスの花っぽくていいですね。Thank you. これもすごいバランスが良く見られますね。はい。主役のアンスリウムが、後ろにドラスがいっぱい切られていることで、ピンクが生えてますね。だからどこの壁で、結構白い壁とかに行けると、ぼやきちゃったりするんですけど、ドラスがこうあることによって、ピンクが生えてますね。すごくいいと思います。磯野さんアドバイス。素晴らしい。この高さもすごいですね、千日紅の。3本こう高さが違うのとまとまっているので、この存在しか変わっているので、あとはちょっとまあこっちもいいんですけど、まあ、こういうふうに前に出したりしても面白いかなと。前衛にこう前に込んでる感じをイメージして、そうですね。マンスリウムを極端にこう前に出してくるという方もありだと思います。はい、ありがとうございます。奥行きがあると
奥行きがあるほうが、じゃあ三次元、奥行きがって言ってると、距離を行けば正面で行けるんですけど、横から見ても、ガーが見えるし、もうそれでもいいですし、本当にこういうふうにしちゃって。また、鼻のイメージが変わりましたね。そう、自分に曲げてもいいです。こんな感じでやっていきます。これ実はかなり上手だなと思って、高さはもう本当にバランスはあまり良くないんですけど、高すぎるので、でもここのドラセナの位置が結構あるのかな。なんか横じゃなくて、奥行きがあるようにしてるんですね。さっきも言ったんですけど、こう横に行けるとまた全然こうなるじゃないですか。そこをこうやって奥行き、正面をこうすることによって、ドラセン奥行きができて、こことこうね、ドラセンのいろんな顔ができるし、あとはこうやって曲げたら、ドラセンの感じができるし、まあ、ちょっと安静度が高すぎるので、ここもちょっとこのぐらいの高さにして、こういう形にするのもありかなと思います。じゃあこれです。そうですね。こういう風になって、扇状に広がる中でこう真ん中にこうピッて入れてるので、それがすごいこの真ん中の3本の柳がすごくアピールできています。であと正面を見るときに、これだとこの葉っぱが関わる裏側なので、ちょっと抜いていいですか。これをですね、こうなったのをこうすることによって、まあ正面をお花の葉っぱの正面を見ることができるので、そういう生き方もありですね。正面を意識して、まずはこの角度で見てもらうということを意識して、その上で葉っぱとかもできたら、正面の裏があるので、分からなかったら、それで、ちょっと生けてみてもらって、でもう一回やってみましょう。はい。なので、ちょっともう一回皆さん、やってみましょう。で、これからちょっと僕アドバイス入れていくので、分からなかったら聞いてください。はい。Thank you. Hey. Yeah.